コリでのフロア。人状態で移動しない。あ、そういうあれか。これスピナーでそれさ、ちょっと無理じゃない？無理です。今なんか減ったぞ。待って、すげえいる。ちょっとそういうボーダー確かに、これ無理です、このボーダース。いける感じです。すげえコンボつながった。というかさ、ボールどっか行っちゃった。あ、どっから上がってきた。わかんない。よくわかんないけど、なんか行けました。下にいます。今人じゃないです。今人です。あ、これさ、これ塗ってなくてもこの状態で動けばいいのか。あ、そこにある。あ、今人状態になっちゃった。これ乗ってください。もう乗ってください。これ押していったらいいですか。全然進まない。フルチャージ、フルチャージすると、いっぱい撃てます。あ、敵がいっぱい来ました。あの敵に抜き返してくるの、本当に強いです。ちょっと待って。これさ、囲われてんのまずいや。痛いです。あ、飛んだ。おぉ、強い。これさ、これなんか上から撃たれてんねんけど。何に撃たれてんの、わかんない。なんか、チャージャーってどういうことですか。知らない敵がいる。なんかいる。待って、危ない。関門までは押し返されるよね、多分ぽい。関門以降は大丈夫なんかな。ちょっとその辺わかんないんですけど、本体を、まだあいつはやる。そうか、やだよあいつ。あの敵強いよ。逃げる敵倒します。難易度は簡単らしいです。難易度簡単らしいんですけど、ちょっとね、多分、序盤の普通ぐらいの強さはありそうな予感がするので、ここはちょっとね、遠慮なく倒して、ディスクパーツ1個拾ったのは強いです。ディスクパーツ1個拾ったのは強いです。ピュンピュンしてる。まずは、10回突破ですね。これ、突破した後って自販機あるんだっけ？ふっ、とりあえず、一区切りだな。つっても、まだまだこっからだ。テンション上げていくぞ、8。ちょっと、今のところ結構順調に強化できてる気がするけど、自販機コーナーがあります。あとは、ラッキーコンボ最大数。上限がアップする。こういうの持っとくといいのかな。なんかボーナスあるけど、ボーナスってなんだっけ？ボーナスあるか。なんか入るときに強化されるとか。なんかあったよね。ちょっと見覚えがね、ある。なんですけど、ちょっとここいらで一旦自販機コーナー挟む。今1800あるんですよね。なんか武器変える。これもっと貯めて自販機行く方がいい説がちょっとね、ふと思いました。早めに自販機行った方がいいかな。まあでも、このなんかラッキーコンボ最大数が増えるぞと、でかつボーナスのステージが簡単みたいなので、ちょっとこれいっちゃいましょうか。今回はね、次に自販機に来た時にたっぷり買い物できるように温存しちゃいますと言いつつ、このネイルコインを使う日は来なかったのだみたいな。ちょっと若干ね、ほんまに自販機引けるんかなみたいな、そういう不安あるんですけど、ちょっとこのまま行きましょう。簡単。砦のフロア。人状態で移動しない。あ、そういうあれか。これスピナーでそれさ、ちょっと無理じゃない？無理です。今、なんか減ったぞ。待って、すげえいる。ちょっとそういうボーダー確かに。これ無理です、このボーダース。いける感じです。すげえコンボつながった。というかさ、ボールどっか行っちゃった。あ、どっから上がってきた。わかんない。よくわかんないけど、なんか行けました。あ、ちょっと下がっちゃう。この魚さんたちがすごいことになってる。すごいこと。これ何でもぶち込むか。これは人状態に入りました。これ倒します。これほんまに簡単なの？このエリア。ちょっと浮いちゃったよ。混乱しちゃう。というかさ、あっちにあります。あっちまで泳いでます。今人状態じゃないです。完璧にイカ状態。それをどこに持っていくんですか。とりあえず、ざっくりの。バラララララララ。あ、
また湧いてきた。まあ、高く乗ってたのにね、監視エコーにやられてる。あの敵が、下にいます。今人じゃないです。今人です。あ、これさ、これ塗ってなくてもこの状態で動けばいいのか。あ、そこにおる。あ、いいわ、人状態になっちゃった。それ乗ってください。もう乗ってください。乗りました。という感じで、ちょっとね、このお題難かった。お題っていうかね、そう、ボーナスのね、お題がね、今回スピナーやから、ちょっとね、むずいな、みたいな、そんな感じやったんですけど、ちょっと、メインのやつが50に対して、ボーナスの方が多かったので、ちょっと、お得な気分でしたね。さて、なんだかんだね、まあ、そんなに難しいお題を選んでこなかったっていうのもあるんですけど、なんか、前回の最高記録付近まで来ちゃいましたね。まあ、ハッキングも結構してるので、ちょっとね、結構進んできたな、みたいな、そんなところはあるんですけど、簡単なやつと普通のやつが並んでるので、ちょっとどれを選んでも、いけるかな、わかんない。なんですけど、スペシャル増加量アップがあるぞと、あとはメガホンレーザーが、ポイント楽になるぞと、あとは時間ドローンゲージ。これ10ポイントということは 10% アップですよね。で、これさ、こっちの方が良くない？これだって 10% 減ってないよね。10% 減ってないで、かつ、これは、ビームとウォーム両方強化なので、これドローンゲージ早めに増やしとくありか、まあ、単純にこういうね、全然持ってないぞ、早めに持っとくことで、ナイス玉いっぱい逃げれて強いぞ、みたいな。どうなんだろうね、わかんないな。なんですけど、ちょっと今回、そうですね、いっぱい敵倒したいな、そろそろ。でもさ、多分嫌でも出てくる可能性もあるので、ちょっとね、矢倉行きます。単純にこれ強化するの多分ね、強い。今、ボムとビーム両方ついてるので、ちょっとドローンゲージね、強化すると強いぞみたいな、そういうところがあるので、ちょっとプロペラヤグラ、運びます。簡単らしいですけど、どこまで運ぶ？これ険しくない？これほんまに簡単？わかんない。わかんないけど、一旦乗りました。これ押していったらいいですよ。全然進まない。フルチャージすると、いっぱい撃てます。あ、敵がいっぱい来ました。あの敵に抜き返してくるの、普通に強い。ちょっと待って。これさ、囲われてんのまずいよ。痛い。あ、飛んだ。おぉ。強い。これさ、これ、なんか上から撃たれてんねんけど。何に撃たれてんの？わかんない。なんか、チャージャーってどういうことですか？知らない敵がいる。なんかいる。待って。危ない。一旦インク回復しつつ、上から撃たれるの。こっちまでは来ない、さすがに。わかんないけど、ヤグラあそこに止まってる。あそこの、なんか、ボスっぽいやつ、ちょっとなんとかする。シールド展開します。全然届かへん。ナイス玉で突破するしかないか。くらっ！で、これ、あっちに投げたので、あっと、まず、ピンチになりました。とりあえず、強そうな。これ、早めにさ、なんか、やばそうな敵、倒しとかないとまずい予感がした。さて、これ一旦シールドで挟みます。ちょっとピエってなった。シールドで耐えつつ、敵がいないです。それ、ぬるぬるしてるから。レールとかも早めに塗っといた方がいいのか。これ先に、あれか、盤面を作っとかないとまずい。わかんない。このレール先に乗りました。このレール先に、塗りました。して、これでいつでも、いつでもレールは使えると思ったけど、最初のレールなくなって。待って、ダメそう。ダメそうなんですけど、関門。関門までは、押し返されるよね、多分。ぽい。関門以降は大丈夫なんかな。その辺わかんないんですけど、本体を、またあいつ選ぶ。そっか、嫌だよ、あいつ。圧倒的強いよ。ちょっとさ、狙って、ここの段差で、相手のシャンセンをちょっと切れるようなんですけど、これ高いところから、届いてない。射程が、
うどん、まず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 、今隠れて、今そこにシールド、シールドで隠れつつ、シールドで隠れつつ、こっちも打ち返す。おい、ナイス弾は多分あの敵に打てないとまずいね。全然届く感じがしない。全然届く感じがしないので、ちょっとずつあの敵を倒しつつみたいな、そんな感じなんか。で、ナイス弾はちょっと今半分もらいました。まだ敵が出てくるよ。これ、上から、これでダメージ入ってるかな、わかんないな。なんかでも倒れてる感じあるか。第2巻も突破しました。あとは、あそこまで押し込むぞと。あー、なんか背高いやつ出てきたぞ、ちょっと。これ一旦シールド。シールドのこっちに抜けてくるのまずいです。そんな。あ、こういう感じであるか。飛ぶことで、飛べるぞと。待って。まずいです。下まで降りてきちゃいました。でも逃げつつ、あそこのさ、チャージャーどうするの。普通にさ、これ難易度何やっけ、簡単だっけこれ。ほんまに簡単、だってむずいよこれ、このステージ。え、というか多分ね、わかんない、武器相性悪いかもしれない。普通にちょっと対策いるわ、あれ。ちょっと待って、ナイス弾食べます。ナイス弾だ。あーらー、で、あの敵さえ突破すれば多分いけそう。と信じて、そのまま。あとは、あ、もう、後ろ来てるー。ちょっと待って、倒しよう。もういないですか。わかんないけどさ、フルチャージ、フルチャージで、押し込みたい。いない。よし。え、これ、今、あ、普通のやつで、普通にむずかった。これ多分、あれかな、10回を超えると、難易度上がってる感じする。なんかそんな予感がするね。なんか普通でも普通にきつかったみたいな。さあ、こっからはね、その、確か、前回が13回でやられましたやと。で、難しい選んだら普通に難しかったな、みたいな。っていうか、難易度普通の報酬とかがめちゃくちゃ上がってるぞっていう感じなんで、これ多分、あれかな、なんかその、ハッキングで、何 ?10 回までの普通と簡単の敵がなんか弱い状態になりますよと。で、なんか20回までの敵の、簡単の敵の弱い状態になりますよみたいな、なんかそういうのがあったので、多分10回で一区切りになって、で、10回の簡単 ?11回とか、11回から19回までの簡単は、10回までの普通と同じぐらいの強さみたいな、なんかそういうのがあるんじゃないかなってちょっと思ってて、となると、ここの難しいは、多分序盤の激ムズ。で、ここの普通は、序盤の難しい。と同じぐらいなんじゃないかなってちょっとね思ってね、ちょっとやばい予感がするので、ちょっとね、これ多分もっと多分強化して15回とか18回とか、その10回台の後半とかやったら普通でもなんか十分戦えるなみたいな、そういう状態にちょっとね強化できてるかもしれないんですけど、まだその10回超えた段階でちょっと難しいやつ選ぶとちょっと厳しい予感がするので、ちょっと簡単行きたい。で、かつ、塗りラッキーコンボが、これ、もともと、40ポイントでコンボが発生する。塗りポイント40で多分コンボ発生するのが30になるぞと。これ結構変わるんかな?わかんないな。で、一応、他のお題見てみると、スプラッシュボムのポイント。これも強いし、欲しいしな、みたいな。今、あれなんですよね。ドローンのポイントが、めちゃくちゃ増えますよと。となると、こっち減らすと、結構ね、有利に戦えそうみたいな、そういうところあるんですけど、難易度普通がちょっとね、結構厳しいなっていう感じがしたので、多分これいくと思う。で、一応、時間ドローンゲージ見ると、これ1個の前の強化は1ポイントしか増えなかったけど、また2ポイントになるんですね。なんで、なんか結構増えるんだなっていう感じがあるんですけど、ちょっと塗りラッキーコンボ。これゲットしつつ、
ちょっと奥進みましょうか。まずは奥を進む、奥へ進もう。ので、そう、簡単に選びました。これ、どうだろうね。なんか、フロアリセットとか持ってないと、ちょっとかなり厳しいぞみたいな場面が増えてきそうな予感がするんですけど、逃げる敵倒します。難易度は簡単らしいです。難易度簡単らしいんですけど、ちょっとね、多分、序盤の普通ぐらいの強さはありそうな予感がするので、ここはちょっとね、遠慮なく倒して、ディスクパーツ1個拾ったら強いです。ディスクパーツ1個拾ったら強いです。ピュンピュンしてる。どうなん？わかんない。わかんない。このピョンピョンはちょっと倒します。で、ピョンピョンはちょっとペッタンペッタンしながら縫い返してくるのが強いなって感じなんですけど、これ使うの？とりあえずちょっとね、強いかどうか知らないけど、ちょっとあったから使っとこう。で、塗りを作りつつ、この敵倒しつつ、今、難易度簡単やから、あれなんですよね。ちょっと食らってる状態から始まるんですよね。で、塗り返してこない敵なので、ちょっと、あれはちょっと一旦放置して、その本体を、あの敵塗り返してこないから、多分ね、ちょっと僕のことを追いかけてる間に多分倒れるんだろうなという予感がするんですけど、全然さ、そう追いつかへんねんけど。ちょっと待って、そこの敵って、高いところ行って、ちょっと待って、これさ、ここにナイス玉投げると2匹持っていけるべ。ちょっともうここはね、逃げる敵がちょっと早すぎて、ちょっとね、全然追いつけなかったんですけど、ちょっともうナイス玉を投げ込んで、ちょっとなんとか突破しましたね。さて、無事に13回突破しましたけど、ちょっとこれ欲しい。そう、弾数強化ね、そう、強いなと思いつつ、なんか他に、あ、2枚のやつあるなとか、多分そんな感じでちょっと選ばなかったんですけど、簡単でこれをもらえるのはちょっと欲しいかもしれない。ただ、この逃げるやつはちょっとさ、スピナーで追いつくの、ちょっと大変やしな、みたいな、そういうところはあるんで、他のやつは、撃破インク回復で 4% ですよと。あー、回復量2倍はでかい気がする。これも普通に、どうなん？ 4% 回復するとどれぐらい打てるのかみたいなところ、ちょっと兼ね合いになりそうみたいな感じなんですけど、単純に、1回のチャージでいっぱい打てる。で、かつ、121%。21% 打てる量増えるぞと、チャージ時間を減らせるってなると、これ多分ね、持っとくと強いんだろうなみたいな、そんな感じなんで、これ行きたいが、一応他の見てみると、アーマー確率が 0.5% が、まあ、2倍になりますよと、まあ、これも強そうやけど、ちょっと段数を上げて、ちょっとたくさん敵倒せるようにしとかないと、なんか厳しい予感がしたので、ちょっと、これ、あ、ちょっと、スティック動かないでください。これ行きましょう。こっからはね、その、自己ベスト。未知の領域のはずなので、これあれか、武器ごとに自己ベスト決まってる。なんか、自己ベスト更新って出なかったね。なんですけど、バララ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 ラ。あー、結構撃てる。これ、どれぐらい撃てた？今。わかんない。これ、バレスピーの感覚で言うとどれぐらいなんだろうっていうのが全然わかんなかったが、あれ？そこの壁って塗れなかったっけ？なんかでも、塗れない壁ということはそういうこと。で、序盤の敵、これ、まだ簡単の敵のはずなので、ちょっと食らってる状態の敵がいっぱい出てくると思うんですけど、ちょっとさ、塗れない壁があるの、スピナーきついよ。追いつける気配がしないので、これでもあれか、高いところ取って、これでなんかどこでも撃つぞみたいな、あっちにいるのは届かないです。じゃあナイス玉投げてやるか。ここに3匹います。くらえ！やったか！やったぜ！ラッキー。なんか、いっぱい団子になってたので、なんかもう、ナイス玉投げて、なんかこの光景、さっきのフロアも見たな、みたいな、そんな感じなんですけど、スピナーダンスアップ。これ普通に強い気がする。あ、次のフロア、ちょっと、やばそうですか？なんか、怪しいのがついてんぞ。なんか、怪しいのついてたっけ？なんか真珠のマークじゃなかった？何？トラブルってなってる。これ何？トラブルか。
これがついているフロアに入ると、なんか良くないことが起こるらしいよ。これ避けた方がいいやつ？マジかよ。じゃあ、選ばない方がいいのか。ただあれか、トラブルな分、なんかいいのもらえたりとかあんのかな。とはいえ、選ぶまではトラブル付きのフロアがだんだん出やすくなっていく。ということは、トラブルはもう早めに対処しとくと、ちょっと楽になるかもしれないみたいな、そんな感じなんかな。後回しにしてきつい時に出てこられるのもそれはそれでめんどくせえな。これちょっとまずいかな。難易度普通でトラブルが出てくるとちょっと楽なのか。まあ試しに選んでみて、ダメそうなら、あ、戻れるとかもあんの？これってやられたら戻れるとかじゃなくて、なんか戦ってる途中でコイン使って戻ったりもできんのか。あ、そういうことできんの？オッケー、ハチ。どうするかお前に任せた。やったら、ちょっとコイン温存して、さ、結構ね、ここまで練りコイン貯めてきたので、ちょっと、そろそろ使うのありかなと思ったんですけど、戻れるらしいし、あと、ライフ1増やしてるので、ちょっとチラ見してみる。多分、これは難しい気がする。難しい気がするというかね、そう、難しいって書いてるし、多分序盤の感覚の難しいではなく、めちゃくちゃ多分難しいと思うので、まだこっちの方が簡単なんじゃないかなと。あとは、後半で、ちょっともう避けられない状態でトラブル来て、かつ難しいステージとかやったら、多分ね、ちょっと多分突破できる気がしないので、ちょっと一応コインで戻れるらしい。あと、ここまでコイン使わずに来てるので、ちょっと、一旦チラ見してみるか。トラブル入りましょう。入りました。やばそう。やばそうやけど、早めに引いとくといいぞと。これどう？デコボコ床。ちなみに、トラブル無限アルページオ。こういうの見れんねや。ちょっと待って、これセーブして中断するわ。残機1変ねや。待って、これどうやって帰れるの？これ帰れるメニューがわからないです。わからないですやけど、無限、ここで降りました。ここで降りたのもまずかったかもしれない。一旦道作りました。めちゃくちゃ来てる。ピンクパチパチを使いつつ、待って、強っ。最後のライフ。これさ、帰りたいです。帰りたいです。諦めるってすると、一回からやり直すんですよね。これどうやって帰るの？ここのメニューじゃない。わかんない。無限アルペジオ。あいつが強いやつなのか。これ、モード、オプションです。パレット。ちょっと帰りたい。あっちに行ったら帰れんのか。わかんない。ちょっと、行ってみて。で、高いところを多分、通らないと、まずい気がするけど、一旦降りました。降りましたして、ちょっと、誰か帰れるんですか？で、ここでも選べない。ちょっと待って、コインで帰れるって言ってたけど、これもしかしてあれか？持ってるコイン足りないとか。待って、そういうやつわかんない。ないぞ、そんなメニュー。ちょっと待って。セーブして中断するはできません。これセーブして中断するってしたら、出れたとか。わかんないけど、コイチ一旦シールド。シールドで耐えつつ。シールドめっちゃ強い。シールド耐えつつ、ここでシールド、あ、超えてこないで、強い。あと、ちょっと、踏みたくない。空飛んで、まずい。囲まれるのはまずいです。おぉ、逃げたい。一旦シールド。あっちに行きました。あ、そういうあれないな。ということは、消えた。こいつが、多分攻撃強いですと。で、これあるか、ここを降りたり登ったりして、なんか耐えながら、待って、
サウンドバースト披露。サウンドバースト。サウンドバーストダメージ強い。これさ、おお待って、強い。あれが、多分無限アルペジオってやつなんだけど、ナイスダマたまった。ナイスダマたまったけど、おー、ぶねえ。待って、これさ、一旦降ります。一旦降りると、アーチ、ここをさ、今んところ行ったり来たりしてる。こーむずいね。そう、割と冗談だけど、これさ、一旦スペシャル。ためつつ、で、これもらいつつ、で、多分あの辺を、今、さばいてこれた。ある程度さばいてこれたので、抜かしつつ、こっちに逃げるか。ずっと同じところで戦ってても、厳しいのかな。そう、わかんない。なんかあっちにさ、団体さんいます。団体さんにさ、これで倒してくれると、助かる気がする。やったぜ。これ結構今、かなり強い動きしたかもしれない。これやったか。危なかった。という感じで、戻る方法わかんなかった。これ諦めるってしたらいけたんかな、わかんないな。ただ、無事、半分まで来て、真珠ももらいました。